マーベラスインタラクティブ。武装錬金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 。錬金戦団とビクターにまつわる戦いは、戦士武藤一樹の活躍により終結を迎えた。現在、戦士たちはそれぞれ平和な日常に戻っていた。錬金戦団は規模こそ縮小されたものの、頂上の合金角金を管理し、錬金術の知識と技術を保全するため存続している。人々の日常を脅かしていたホムンクルスはほぼ全て月へ移住だが、例外もいた。カズキの友ともいえるパピオンである。食人衝動がないパピオンはビクター化を抑える白い角金の生成に成功した功績を認められ、地上にとどまることとなった。パピオンは日常に溶け混じることのない非日常の存在となって、この世界を大いに楽しんでいる。カズキ、トキコシ、ちょっと二人に話があるんだ。ん？三人ともどうしたん？何か大変なことでもあったのか？ある！あり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 あ今度の連休にみんなでここに行こうと思うんだけど、どうかな？なんだこれは！は、面白そうだな。長野のことだからきっとおしゃれで楽しいテーマパークに違いない。カズキ、相変わらず君はおしゃれを間違っているぞ。なんでも世界中の蝶を集めたテーマパークらしい。今度の連休から一般公開するとか。
何を考えているのかよくわからんが、これで世間を騒がすことがなくなるなら悪いことじゃない。そんなことはどうでもいい。これで決まりだ。裏切るも何もみんなで行った方が楽しいよ。心の友よ。話は聞かせてもらったよ。私たちももちろん参加します。私たちもパピヨンパークには行ってみたかったんです。張り切ってお弁当作るから楽しみにしてて。まひろちゃんたちの手作り弁当か。テンション上がる。女の子の手作り弁当なんて初めてだな。すごく楽しみにしてるよ。で、どんな弁当を作ってくれるんだ。おにぎり？サンドイッチ？もちろん、みんなで楽しく遊べるようにスタミナ抜群のお弁当を用意します。遊んで体を動かすと甘いものが欲しくなるから、チョコレートおはぎなんかどうかな。何それ。おはぎのあんこの代わりにチョコレートでお米をコーティングするの。あ、でもお弁当だから保存のためにちゃんと梅干しも入れなきゃね。チョコにお米に梅干し。でしょ、きっと好きな味だと思うな。それから飲み物も持っていかなきゃね。健康にいい納豆とちいちの好きなおしるこを混ぜたスペシャルドリンク。もうやめて。マッピーの話だけでなんだか胸がムカムカするよ。あ、そうかな。すっごく健康に良さそうだと思わない？思わない。手作りのお弁当はいいから、というかお願い作らないで。おい、和樹、トキコ、盛り上がってるところ悪いが、ちょっと管理人室へおいで。何？はい、すぐ行きます。二人にお客さんだ。お久しぶりです。小生さん。大仙市長自らどうしてここに。大事な話があります。戦士武藤和樹、戦士津村時子、両名に任務です。これは錬金船団からの正式な依頼。任務？平和な日常に戻ったばかりだというのに。何かあったんですか？ご明察。昨夜錬金船団宛に招待状が届きました。パピ。やあ武藤和樹、元気にしているかい？俺はもちろん元気ビンビン。超人パピオンの活躍は耳にしているだろう。そこでぜひとも武藤和樹と。気は済まないが、津村時子の両名に遊びに来てほしいと思ってね。パピオンにより愛を込め。
ピオンパークに行くことが任務なんですか？招待状とは別に、パピオンは核金の持つ力をパワーアップさせるために必要な特殊鉱物を手に入れた。核金をパワーアップ？そう、特殊鉱物パピオニウム。けったいな名だな。自己主張にも程がある。特殊鉱物の名前はさておき、核金の管理は我が錬金船団の重要任務。大船長、話は聞かせてもらいました。こうだ。ひどい熱だ。あ、うわ、どんどん熱が上がってきたぞ。任務どころか立っているのもやっとじゃないか。無茶を言うな。でも無理をするな。こんな体調で任務になんか参加できるわけない。先輩が俺のことを心配してくれてる。すんなりとはいかないかもしれないが、パピオニウムは渡してもらう。だ、話がこじれたらぶちまけてやるから。先輩、話パ、しかし、やあ武藤、待ちくたびれたよ。もし君が真実を知りたいと願うならば、一つ自慢し忘れたことがあった。私が行こう。
Yeah!
第一ステージ突破、おめでとう。けど、いらっしゃいませ。データセーブですね。ありがとうございました。そうそう、おもてなしの用意を誤解されるのは心外だから、これだけはきちんと言っておく。この動物型ホムンクルス集団はドクター・アレクのクローン技術を応用した、この俺特製のホムンクルス。ホムンクルスを作るための犠牲者は誰一人出していない。安心しろ。そんなことで安心できるか。こいつらが街中で暴れ出したらどうするつもりだ。ホムンクルスを止めるんだ。行こう、トキコさん。行くぞ、武装錬金。
早い、引き抜けろ俺の武装ライティン、ハッタッチャッチャッチャッハッチャッチャッチャッハッタッチャッハッハッタッチャッハッチャ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 ッハッタッチャッハッチャ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 ッハッタッチャッハッチャッチャッハッタッチャッハッタッチャッハ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 ッチャッチャッハ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 ッチャッチャッハ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 ッチャHee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 e
くらえ！うっ！やめれ！はっ！てやか！くらえ！うっ！やめれ！はっ！てやか！くらえ！うっ！はっ！てやか！はっ！くらえ！うっ！
ぜ。くらえ、突き破れ。はっけん、はっけん、はっけん、くらえ。任務完了。外にいたホムンクルスは全滅か。これから先はパーティー会場になっている俺のラボまで一本道。パピオニウムを渡してもらおう。せっかく会場を用意したんだ。そこまで来てもらわないとつまらない。話はそれからだ。早く来てくれ。待っている。ラ、デュオ。長野。急ぐぞ、カズキ。いらっしゃいませ。データセーブですね。ありがとうございました。信じるこの道を進むだけさ。ちょっと待って、千歳さん。行き、大戦士長の命令。必要なもの。
そうでしょうね。何か持ってきてもらおうかな。何あ、消えた。カズキ、今の質問は失礼だぞ。え、なんで？分かってないのか、君は。私が行こう。武装錬金。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。タイトルへ戻りますか。ありがとうございました。マーベラスインタラクティブ。武装錬金。